ダサイタマ、ダサイタマとは、ダサイと、埼玉県を掛け合わせた造語である。この造語は1980年代初頭に、タレントのタモリによって考案されたもので、埼玉県を、やぼったい、垢抜けないものとみなして揶揄することを目的とした。芸能界デビューから1980年代にかけての、タモリは、攻撃的な言動の芸風で知られ、表面的には、明るく振る舞うが、 内面に暗さを抱える人物に対して、ネクラと大義語のネアカとウ表現、愛知県出身者の使用する名古屋弁に対して、エビフラー、エビフライのイなどの表現を好んで使うなど、自身の番組内で様々な人々や地域やジャンルを笑いの対象とていた。そのタモリが埼玉に関心を持ったのは、1981年、昭和56年2月26日に放送された。 タモリのオールナイト日本の思想のない歌コーナーの中で埼玉像のなぜか埼玉というコミックソングを取り上げた時からと言われている。当初、この歌は売り上げがかんばしくなかったが2月26日付の放送が全国オンエアされると聴取者の間で抑揚のない歌い方とロディが評判となり埼玉メジャーデビューに至った。その後、 当時の若者の間で流行していた竹の子族という風俗の愛好者に埼玉県や千葉県出身者が多いことが調査結果により明らかになると、タモリはこうした若者たちがモンテ風の衣装な世間一般には垢抜けないとみなされる服装あるいは奇抜な服装を身につけていたことからダサいと評するようになり、1982年昭和57年10月4日から 富士テレビ系列で放送会された森田和義アワー笑っていいともの中で、な埼玉という言葉を頻繁に使用し、当時の流行語となった。1980年代当時、タモリはオールナイト日本の番組内に、奥に批判にし東というコーナーを設け聴取者から、笑いのネタを募ると、自身の出身地である福岡県を皮切りに、愛知県や埼玉県に限定せず、 全国各地を笑いの対象として揶揄していた。シンゴウォッチャーの森博氏は、タモリが密かに発信したのは言葉ではなく着眼点だったように思う。彼が媒介となって地域コンプレックスを炙り出し、言葉やアイデアの面白さを増幅させたと評しているが、埼玉に関しては造語の発信だけでなく、笑っていいとも。の番組内において、昨今の風潮を子供が気にしているので、 当事者自身の言葉で否定してほしいと訴える視聴者の主婦から当初を、ええ、真実を隠すことになりますので、嘘は言えませんと跳ね付け笑い者にするパフォーマンスを行ったことや、笑っていいとも。1983年2月10日、放送分、タモリとは言明されていない、あるタレントがテレビ視聴者に対して更新的なイメージを植え付けるため、全時代的な 下越えかぎのパフォーマンスを行ったことが記録として残さている。また、笑っていいとも、増刊号の編集長を務めていた雑誌編集者の嵐山幸三郎は1987年、昭和62年に出版した辞書の中で埼玉だけでなく、茨城県や千葉県といった東京近郊一括にし、渋谷、原宿あたりをブルンブルン走っている暴走族や、 六本木で取材のテレビカメラの前で競ってピースマークをしているいわゆる不良少年や土地の値上がりや親から受け継いだ資産で難なくサラリーマン東京人の収入を上回る延期になった青年層に批判の目を向けた埼玉県では問題を深刻に捉え1983年昭和58年6月に埼玉県庁内にイメージアップのための 調査研究グループを設立、県発行の広報誌、県民代より昭和58年9月号において、問題をテマにした、市場討論会を開き、埼玉県知事の旗は、埼玉大学名誉教授の小野文雄、タレントのところ、常時のコメントや読者からの投章を掲載した。この中で、畑は、埼玉を軽く見る風潮について、東京都の比較、小野は、 江戸時代から江戸を中心とした幕府の支配体制に組み込まれ、明治時代以降も県内に中心となる都市を持たな、片言を理由の一つに挙げた。一方、書は、東京を仕事の場、埼玉を生活の場と割り切るとした上で、もっと、東京志向であってよいと主張した。一連の動向を知ったタモリはさらに関心を持ち、笑っていいとも、の生放送中に、 埼玉県庁に電話取材を心を見ると、埼玉県議会の議題に取り上げられる事態へと発展した。1984年3月13日付の埼玉新聞は、自由民主党選出議員の片貝光次と畠知事との間で、質疑応答が行われた際、畠知事のアピールに議会が沸き立ったと報じた。また、同年4月に調査研究グループによる報告書、 埼玉の魅力、イメージアップを目指してが出版された際、研究グループのリーダーは、タモリが教わることはあっても、こちらが学ぶことはありませんと回答したと言われているが、当の埼玉県民は、タモリの言動を一種のユーモアとして楽しむもの、言葉通りに受け取り反応するもの、それを冷笑するものなどに分かれた。一方、県民だより昭和58年9月号に、 掲載された読者からの一部報告例や、1984年3月13日付の埼玉新聞の報道にあるように、だ埼玉という言葉や埼玉県を揶揄する風潮は180年代を通じて全国に波及した。市場討論会にコメントを掲載した、所沢市出身のところは1984年、昭和59年頃、自身の出演番組内で、 埼玉県を揶揄するジョークを繰り返し、マイナスイメージの定着に一役買う結果となった。こうした風潮は2000年代頃まで続き、東京への良好なアクセスと、住環境あるいは県内の独自性や著名な人物の存在などといった地域特性を無視し、否定的な評価を受ける機会が多かったと言われる。1992年、平成4年6月、 元参議院議長の土屋義彦が埼玉県知事に就任した。土屋かねてから県民の東京に対する依存意識の根深さ、県を親ゆする風潮、経済企画庁が発表する豊かさ指標による低評価、前例踏襲的で柔軟性を欠いた県政に疑問を感じていたといい、マイナスイメージからの脱却を掲げ、 同年11月14日の県民の日に合わせて、綾の国という県の愛称を制定した。なお、土屋は1997年、平成9年に出版した辞書の中で、幕末の思想家、吉田松陰の残した、国の最も大なりするところのものは、海の弁なりという言葉を引用し、次のような主張している。土屋は、従来の箱物行政にも疑問を感じていたといい、 畑知事時代に計画された一部事業計画を白紙化する一方でバブル色の強い埼玉コロシアム、埼玉メッセを柱とした埼玉中都市構想については県の自立性を高める後期と捉え、経済状況や防災面に即した計画案、埼玉新都心中枢、中核施設基本整備計画に修正。 彩りの国際玉芸術劇場については芸術文化活動への助成を重視する施策を行った。また、県のシンボルとして浦和レッズのホームスタジアムで 2002FIFA ワールドカップの試合開催地となる国内最大級のサッカー専用スタジアム、埼玉スタジアム2002の建設、埼玉古墳公園の整備、イルマ小おご町の桜の里計画を三つの柱とした。 施設整備を進めたほか、埼玉スーパーアリーナの開館記念事業として、バスケットボールのスーパードームゲーム2000の開催、2001年のバスケットボールヤングメン世界選手権や2006年バスケットボール世界選手権、決勝ラウンドの開催地誘致に成功するなど、あやの国キャンペーンにとどまらず、埼玉の積極的なイメージ改善を行った。このほか実現はならなかったものの、 2002フィーファワールドカップ決勝戦勝地の先頭に立ち、神奈川県横浜市との間で招致合戦を展開し、東京タワーに代わる新電波塔建設計画新東京タワーを埼玉新都心に誘致する政策を行った。土屋知事の任期中の積極的なイメージアップ政策により、1980年代の ように、だ埼玉と評されることは少なくなったが、土屋の公認として知事となった、上田政治の下でも埼玉県ブランの積極的な配信が行われるなど、イメージアップ政策は継続して取り行われている。かつて、武蔵国を含む関東地方の武士団は、中小規模ながら独立意識が強く、互いに同族同盟関係を結び外部の有力武士団に、 対抗し、独自の勢力権を形成した。平安時代末期には、中小武士団の中から、相模国の三浦氏や土石、武蔵国の畠山氏や引氏、下佐国の千葉市などの有力者が生まれると、源の頼朝を担ぎ出した上での武家政権樹立の原動力取った。一方、鎌倉時代に幕府が置かれた鎌倉では、京都風の文化が営まれたが、 関東全域に波及するには至らず、室町時代には、幕府から、久保や官僚が派遣されて、関東地方の統治を行ったが、指力は低く、武士団は独自性を堅持していた。戦国時代に入り中世の武士団の流れを組む、武将の中から戦国大名へと成長する者は、少なく、信仰のご法上氏が、相模国を皮切りに、武蔵国を含む南関東地方を支配下に置き、 北関東地方へ勢力を拡大させようとしていた。これに対し埼玉県に相当する地域の武将の中で、大田氏は、ご法上氏に従属する勢力と、他の有力武将の支援を受け給料回復の機会を狙う勢力に内部分裂。成田氏は、ご法上氏と関東官令、上杉氏との間で、対立構想が展開される中で、最終的に前者に従属したが、一方で、 他国衆という立場ながらご法上人門並みの待遇を受け、その勢力下において最大規模の両国支配が認められた。豊臣秀吉による小田原征伐後、秀吉の命により関東地方に徳川家康が違法された。家康は各地域に徳川普代の家臣を配置し、領内において独自の支配を容認したが、普代の家臣たちは、 徳川家に対する中央集権的意識を強く持ち合わせていたことから独自性は生まれにくくなり、そうした気風は住民の間にも浸透し、江戸を中心とした関東人気質が形成れた。その中で、後の埼玉県に相当する地域は、秀吉の没後に幕府が置かれ、政治、文化の中心となった、江戸の後輩地として米を中心とした農業生産、 利根川や荒川の治水と神殿開発、大名が主要街道を往来する際の私役に携わるなど商業面においても産業面においても密接な関係を築いたが、地域内は約20万国の半量の北海道幕府地下の天領、幕府地下の地領所、自社領が複雑に入り組み、多様な支配従属関係が存在する形で発展した。明治維新後に、 埼玉県が成立し、主に調整や治安及び治水上の理由によって、県域が確定したが、第二大県令となった、知らねたすけは、当時の状況を、埼玉県の除去波及半球県県が商、接して民情族もまた自ら異動なきことのおはずと、表するように、地域内及び、住民の間には、多したような気風が存在した。知らねは、こうした実情を踏まえ、 明治政府の意向には応じず、民情に即した政治をったことから、領に宣告と評されたが、外部からは一部地域の得意な気風のみが、拡大解釈され、南地の県と見る風評が、明治時代を通じて広まった。第五代知事、久保田寛一は1891年、明治24年の知事就任以来、埼玉主犯学校騒動、権限道側土木工事入札問題。 中学校建設問題、利根川通り3カ所の護岸工事入札問題など、様々なトラブを引き起こしたが、1892年、明治25年2月の第2回衆議院議員総選挙では、府県知事の公選を望む民意に反して、県警部長、有田義介をはじめ県下の全警察組織を動員し選挙干渉を行うな、強権的な姿勢を取ったため、 県議会において、県知事上における信任を含めて欠乏せる十四人向いて、ここにこれを決議室とする不信任決議案が可決された。久保田は、県議会を解散させ、人民の分際で知事の不信任を決議するがの時は、もってのほか、今頃後悔しているであろうと主張したが、内務大臣、井上薫の命により、知事を非職となり、さらに面刊となった。 この久保田に関する一連の騒動は、南地の県と見る風評を、さらに助長する結果となった。第七大知事となった、千下隆富は、久保田時代の様々な県案事項を解決したとから、第二大県令の知らねと同様に、両に宣告と評され、風評も一応の修復を見たが、八百九十七年、明治三十年に、第八大知事となった、田村聖は、就任に際し、 同年5月1日付の日刊誌、都新聞に次のように記したい度を降下させた。一方、侵害革命の際に通訳として関わり、後に満州や猛虎の調査研究に携わった小川運平は1910年、明治43年に日刊誌、埼玉新報の中で当時の風評について次のように記している。明治期における風評について、 政治学者の小山弘也は1989年、平成元年に出版した埼玉県の百年県民百年史の中で、この間まで語られてきた多彩な埼玉もこの系譜上にあると記している。年間を通じて天候が安定している影響から、全体的には、大らか、県の主産業が農業だった点から、堅実な県民性を持つと言われる。一方、2000年代において、 他の都道府県からの移住者が全国でも高水準にある点や県南部に在住する人々の多くが日中は東京都内で過ごし夜にならないと埼玉県には帰宅することがない埼玉都民といういわゆるベッドタウン化現象が生じている点から純粋な県民性は希迫との指摘もあるこれに対して埼玉県民の供給先となる東京都は 江戸っ子の流れを組む、旧住民と他県から流入してきた新住民とが混在した状況である。かつての江戸っ子の県民性は、涙もろく、おせっかいで、ギリかく、短期で口は悪いが正義感があるなどの気質を持ち合わせていたが、太平洋戦争後に移住してきた新住民との摩擦を受けるため、無関心を装うようになり、山抜手などに定住した新住民は、 東京暮らしが長期化するにつれて、それぞれの故郷の気質を失い、没個性化した。没個性化の中で新たに形成された東京人は、一見すると、社交的で人当たりが良いが他者からの干渉を嫌い、広く浅い人間関係を望むなど、個人主義的傾向が強く、マスメディアから配信される最新の情報のみに、生きがいを追い求め、それに乗り遅れたものを排除する傾向があると、言われている。 先日のように芸能界デビュー当時のタモリは、ラジオ番組、タモリのオールナイト日本の毒舌パーソナリティとして、若者の間でカルト的人気を獲得していた。その一例としてタモリは、当時流行していた、ニューミュージックという音楽ジャンルについて、ジャンルそのものではなく、軟弱な歌詞に着目して、徹底分析し、その担い手だった歌手の小田和正や佐田正史を、 見せかけの優しさの持ち主とみなし激しく求断した。一方で1981年、昭和56年をピークに、独絶家としての側面を交代させ、お茶沼向けの芸風にイメージチェンジを図ろうとしており、作家の小林信彦、コラムニストの亀和田岳氏、イラストレーターの山藤正二から批判を受けていた。こうした経緯について、タモリと関わりのあった。 放送作家の影山民夫は、森田和義アワー笑っていいとも。の放送が始まって1年半以は、田森自身も元々の部分にかなりしがみついていたが、怖いもので、中略自分が接してる人間に合わせるようになったと、表している。1980年代後半、タモリの影響力は、無視できないものとなり、笑っていいとも。に、作曲家の小田哲郎が出演した際に、 彼が卓球経験者と知り、卓球ってネクラだよねと返答すると、中学校の部活動の入部希望者が激減する事態に発展した。これを契機に卓球業界がイメージチェンジに乗り出したとの逸話も残されている。だ埼玉という言葉が流行した1980年代当時には、埼玉県の特性を揶揄したり日に来る風潮に乗じて、飛んで、埼玉、迷う。 ミネヒロシ、白戦車、1986年や、こちら、埼玉山の上大学ボクシング、ただ、洋一郎、修営者、1985から1989年、といった漫画作品が連載されたが、こうした傾向は、一過性のものとなった。1990年代以降、埼玉県内を舞台やモデルとした作品は、増加傾向にあり、 作品の登場人物が地域のシンボルとなった事例もある。一過性のものとなった理由について、埼玉文学館は、多くの漫画は、多数の登場人物が工作し、時間、空間の変化するイメージを求め、都市や市街地を舞台に設定する。ダ埼玉とは都市化、市街化の遅れた県の状況をからかう表現であり、県内における都市化、市街化の進行は、 北埼玉イメージの消滅と気を一にする現象だったと考えられると評定いる。2015年、平成27年に日本テレビ放送網のバラエティ番組月曜から夜深しにおいて前述の飛んで埼玉が埼玉県を徹底的に利する内容が取り上げられると衝撃の内容が話題となり宝島社から復刊され55万部を超えるヒット作となった。 埼玉県知事、上田聖司も、悪名は無名に勝るとコメントを出した。さらに2019年、平成31年2月22日には、飛んで、埼玉の実写映画が上映されることとなった。同時期には、脱田埼玉を目指し、埼玉ポーズが考案されている。同時期には、地方自虐が流行っており、群馬県では、群馬の野望、お前はまだ、群馬を知らない、島根県でも、 島根寺逆伝などがメディア化されている。埼玉の逆襲、なぜ埼玉県民だけがディスられても平気なのか、など分析を試みる書籍の発売もブームとなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。